今だ、門を閉めよう。お願い。義の陣容がこれほどとは。ええ、急がなくては。殿が。そう、危ないですよ。劉備殿もあなたたち二人も。宝生殿、策があるのですね。ええ、もっともこの悪党の策に従っていただけるか。もちろんだ。では我らが体得を襲う不埒な奴らに報復を始めましょう。ここ帝軍山は今や魏の一大拠点。敵は多くの砦を築き連携を取っています。つまりは一点を突破しても無駄です。そこで俺たちは面で攻めます。周囲の砦を落とし連携を断つ。それも同時でなくては意味がありません。趙雲殿と正斎殿はこの役です。お二人で面を作り出してください。その間に俺が劉備殿に近づきます。今の戦力ならそれが最善でしょうね。承知した。急峻な地形に重厚な敵の布陣、帝軍山がこれほどの要害とは。殿、どうかご無事で。魏の戦線は拠点間の連携が要。それを断つことから始めるのが宝生殿の策。理屈は分かった。だけど正直時間がない。帝軍山を制すれば劉備殿は漢中王となる。それはすなわち我らの正道たるを世に示すこと。ゆえにこの戦必ず勝たねばならん。ば劉備殿、無事お助けしましょう。後の恩返し楽しみにしていますよ。開門しろ。奉公直が出るぞ。開門します。お気をつけて。皆さんは本陣を死ぬ気で守ってください。俺が劉備殿を助けに行きます。この俺が相手だ。ここは劉備殿を的として命の策をなせばいい。宝生殿はいかなる策を踏まれ、いや今は自分の任を全うせねば。宝生殿は策があると言っていた。だが私は止められますまい。スッスッ。スッ。
ス。おお、救援か。ありがたい。好きにやらせたり、この難局を切り抜けよう。スッ、フッ、劉備殿、よくまあこの時で。なっとあなたに言うことか。助かったぞ。今私の命があるのはお前のおかげだな。どうだ劉備殿、安心するのはまだ早いですよ。今しばらく基地に立っていてください。恩義をまとめ報復の策を描きますので。ああ、わかった。ホウセイ、お前の執念の策、私を勝利へと導く。その勢い、誰にも止められますまい。おっと、味方とはぐれたか。かわいそうにな。あそこにいるのは劉備じゃねえか。押せば出世間違いなしだぜ。まだです。まだ足りませんよ劉備殿。渾身の一手のためもっと動いてください。劉備がこっちに向かっているだと。よし、我らで奴の首を取るぞ。野郎、舐めたまにしやがるぜ。お前ら、きっちり仕留めてやれ。さて、そろそろだな。どうだ工作部隊、土砲の準備にかかれ。敵将、討ち取った。劉備殿、魏軍の引き付けは十分です。もう本陣に戻ってもいいですよ。今こそ報復の時。土砲隊、これまでの真空を倍返しにしてやれ。まずい、完全に敵の射線に捕らえられているぞ。好きにやらせてもらおうか。まんまと釣られちまったか。劉備をおとりにするとは、敵もやるもんだぜ。俺が本性の狙いか。倍返しよし。恐ろしいよ。戦場も気分も実にすがすがしくなりました。あとは押し込む敵の大将を撃つだけです。宝石殿、こちら壊滅状態。あと私たちのギルを終わらせる。見事なポイント。恐れ入りました。さすがですね。白白星と申す。加減は無用だ。取っておきだ。たっぷり味わえ。いいのをくれてやる。なんという武勇。
ますまい。ここで登場ってかっこよすぎでしょ、俺。ここに獲物がいるってのは分かってたぜ。あ、おとなしく狩られるんだ。やってやる。なんだと思うなよ。敵将、撃ち取った。さて、どんな感じでぶっちぎってやろうか。うわお前たち最後の、過ぎてゾッとしますよ。そもそもこの戦も五の口車に乗ってこの有様です。人がいいにも程がある。すまぬ、謝罪など結構。その代わりこの恩は倍にして返していただきますよ。宝生殿、今回は私の不明であった。これからもよろしく頼む、宝生よ。こんな俺でいいならどこまででも。